はい、では実際に英文を構造解析していきたいと思います。まず1番の文章、最初の英文、トムリブズイン京都。トムが名詞ですので、名詞は主語、目的語、保護という文の要素になりますね。なのでこいつが主語であろうと。リブズですが、ここを動詞 V と書くのではなくて、文法の基礎の中でも紹介しましたように、動詞の型番を番号で書きましょうと。このリブという動詞は普通1番で使えるわけですね。で、後ろのイン京都が前置詞プラス名詞京都の組み合わせなので、形容詞句か副詞句かのどちらかだろうと。今回は京都の中に何なのかっつったら住んでるわけですから、動詞を修飾しているので、このイン京都は副詞句を作っているということになりますね。トムは京都に住んでいますと。2文目、 He is a teacher of English のところなんですけども、この He がまあ主語でしょうねと。Is は B 動詞ですから、1番か2番かのどちらかであると。後ろに A teacher という名詞がありますので、まあ、これ2番でいいでしょう。で、第2文型を作る SVC ができるわけですね。はい、なので彼は先生ですよと。何の先生なんですかっつったら、また前置詞プラス名詞の組み合わせがあります。形容詞か副詞かどちらかの役割をしているはずですね。英語という科目の先生なんですから、教師、先生というティーチャーという名詞を修飾していますね。なのでこの of English は、形容詞を作っていると。はい、ラスト、 He teaches at two different schools のところなんですけれども、He が、S ですね。で、teach という動詞なんですが、これはですね、いろんな型番を取れる動詞なんですが、ですから何番かっていうのは後ろを見ないと分かんないですね。で、at two different schools、 at が前置詞ですから、こいつとペアを組める名詞を探します。 to、これはまあ2つのという形容詞ですね。 different も異なるという形容詞ですから、 schools、 こいつがペアを組める名詞であろうと。ということは、前置詞プラス名詞がここで出てるわけなので、形容詞か副詞かのどちらかの役割を at と schools でしてるわけですよね。これはじゃあもうこういうふうに副詞であろうと。なんでそう言えるかというと、確認してみますと、2つの異なる学校で教えている、動詞を修飾しているから副詞だと言えるわけですね。じゃあこの teach の番号は、ちょっとさっきほったらかしにしてましたけども、何番かと言いますと、もちろん後ろが副詞なんですから、もう3番とか4番とかは無理ですね。というわけでこいつは1番、完全自動詞の teach ですね。教鞭を取る、教職についているという意味の teach であると。はい、at schools の、at two different schools の中もちょっと細かく見ておきますと、先ほど触れましたように、to は形容詞で schools を修飾している、形容詞ですね。2つの学校。さらに different も、このように schools を修飾している形容詞ですので、2つの異なる学校で彼は教職についている、教鞭を取っているという訳になるわけですね。